皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。今週の情熱大陸は映像作家、オスリンさんということで、素晴らしい映像作家。これめちゃめちゃ面白い特集でした。こんなすごい人がいるなんてということで、番組の内容を簡単に、紹介していきたいと思います。で、このオスリンさんという方なんですけれども、まだ無名だったミュージシャン、キングヌーさんのミュージックビデオを手掛けてですね、それで、あるミュージックビデオが4億回の再生を超えて、急にね、ブレイクしたという方なんですけれども、結構ですね、経歴がすごくて、31歳なんですけれども、まあ、絵とか映像に興味があって、ね、学校に行って、そして、映像制作会社に勤務をしたけれども、もう全然貧乏だったと。で、24歳で結婚したけれども、お金も全然なくてですね、4000円の定期代を浮かせるために12キロチャリに乗って往復するという、まあ、そういう生活をしていたにもかかわらずですね、まあ、デビュー前のキングヌーさんに出会ってですね、そのミュージックビデオを引き受けて、それをまあやっていったところ大ブレイクしたということなんですね。で、まあ、とにかくですね、この情熱大陸見ていただけると、もうこのこだわりもすごいし、映像もすごいし、才能もすごいし、発想もすごいし、で、しかも、まあ、ミュージックビデオだけじゃなくて、映画とかですね、撮影の演出なんかも手掛けていて、いや、本当どれもめちゃめちゃすごいなっていうか、本当すごい、こんなすごい人が日本にいたなんてっていうぐらい、で、しかも31歳、で、しかも、なんかこれ、ね、映像作家っていうと、なんか5、60ぐらいのなんか偉そうにしてやる人がなんかみたいなのじゃなくて、31歳すごい楽しげにやってて、もう本当ね、それがいいということで、いや、本当すごい人だなということです。で、私全然知らなかったんですけれども、ちょっとこれをきっかけにね、キングヌーさんのミュージックビデオを見れば、オスリンさんの作品がいろいろ見れるということならば、ちょっといろいろ見てみようかなということで、まあ、非常にね、面白い番組でした。情熱大陸、多分1週間ですね、見逃し配信があるはずなので、このオスリンさん特集を見ていただけると、非常に面白いんじゃないかなと思います。